今こう具体的な夢のこう描き方とか、そこのゴールに向かっての進み方って話がだいぶこう話を進めたんですけども、もう一つこう、その心のコントロールっていう方向にちょっとこう話をシフトしますと、先ほどお話しされた時に小中高大とずっと流されてきましたっていうお話しされてた、特にこの小学校とか幼少期の頃、なんかこう具体的にそういうこうご自身の心になった原因みたいなものが、なんかこう思い当たるものとかありますか？小学校が、多分珍しいと思うんですけども、小学校受験から大学受験まで全て受験をしてきまして、小学校受験、中学校受験、高校受験、大学受験ってやってきまして、小学校が、これ、小学校がちょっと、結構名門のところに、幼稚園の時に塾に通って入って、いわゆる受験ってやつですそうですね、もう本当に周りが、今でいうドラマで言う、モンスターペアレントだったり、もうこういう成績の悪い子と付き合うなっていうのは、もう目の前であって、小学校の頃からもいじめもあって、こう自分から自殺しかけちゃった子もいるっていう、そういうちょっと学校でもあって、競争がすごい、どれだけ自分が上に行くかっていう、そういう世界に入って、ちょっともう入って、そうそう、自分が結構マイペースな方だったんで、なんかダメだって思って、ちょっとそこでもう競争すること自体に恐怖とか、こうなんかこう、ここまでギラギラするっていうのは恐ろしいなっていうのを感じちゃいまして、でそこからもうなんかちょっと受験関係はちょっとガタガタになっちゃったんですけども、なので、そこから自分でもきちんとはよく分かってないんですけど、根底のその競争っていうものにちょっと恐怖感っていうのはあるかもしれないです。なるほどね。総裁先生もね、よくおっしゃってるけども、物事にはやっぱり二面性があるんだと。つまり善なる部分と悪なる部分があるんだと。だから競争っていうのは善か悪かって言った時に、今言ったようにこう、なんですかね、悪なる部分もあるんだけど、でもこの世の中が進歩してね、あるいはいい商品やいい企業が残って、世の経済が繁栄するってことはいいことですね。競争のないところは停滞しかないわけですから。そうすると、その子供の頃にね、競争に対するそういうなんかマイナス思いを持って、だからあえてそういう競争のない世界へ行きたいっていう、おそらくなったと思うんですね。だからここでもう一度思い直してですね、何でも善悪2面があるんだと。だから小学校の時に自分が競争に対したイメージは悪だったけど、実は競争にもいいとこがあるんだと。ね、だってプロ野球だってなんだってね、各球団が争うから面白い試合なんて、なあなあでやったら観客来ないですよね、やっぱりね。お、今度真ん中投げるから打ってくれよって、これ話にならないんだよって。やっぱりこう、打たれまい、打ってやろうっていう、その生活をかけた必死さが観客の感動で、人は高いお金払うわけですよね。そうすると彼らもいいプレーをすれば年俸も上がって、いい思いをして、観客もいいプレーを見ることができる。競争によってこれ生まれるわけですよ。だから今あなたに必要なんですね、これから人生はこう、もう競争っていう方は、マイナスに取られていきます。実は競争が生むいいものとは何かってことをもう一度認識された方がよろしいと思います。そうすると、そういう世界でも生きていこうと。おそらくね、競争社会を避けてるとですね、何に努力しても多分ダメだと思いますよね。やっぱりこの競争の中で実は磨かれるんだっていう。で、だから例えば山の中の仙人がね、悟れるかっていうと、そんな大した悟れないですよね。やっぱり街の中にいて、いろんな人の中でいるから、人は認識力を高めてって、いろんな経験して悟れるわけですから、そういう意味では、その小学校の頃のその競争に対する、不安感、不信感、あるいは猜疑心みたいなものをもう一度払拭してですね、じゃあこの自分がその成長してって、つまりさっき、ごめんね、寿司職人になる話ばっかりね、寿司職人になって、他にも寿司職人になりたい人いっぱいいるわけだよね。それは競争じゃないですか、お店同士の。でも、そう、赤くお店が競争することによって、お客さんがすればいい寿司屋がいっぱいできてきて、いい寿司屋が残ることっていういい面があるわけなので、だったらば、世の中に貢献すればするほど、この競争の中で生き抜かないとダメだっていう鉄則も実はあるんですね。これが資本主義社会なんですよね。社会主義はこれがないから、みんなダメになってるんだ。だから、いいものを提供して、その社会に貢献するためには競争必須なんだと。
それはお客さんのためだし自分自身のためなんだというところから始められると、そこのところはね多分努力とかね自分の夢に向かってことのなんていうかこう見えない壁になっているのは私は気がします。だから競争を肯定する。でこれはですねもうちょっと言うと、あのさっき弱よしき善人って言いましたけど、あの宗教信仰者の方に多いんですよね。特にね富に対する、うん、弱よしい人って言うんですよ。だからもう富なんか否定しちゃってる、ね、で富なんか怖いもんだと思ってですね、もう危険物と同じように扱ってる人がいます、ね、そうじゃなくてやっぱり富もまた神の光の現れなんだと、ね、この地上にあるものは全て神の光が現れている形ですから、やっぱり意味があるんですよ。一つですよね、その神がこのいろんなものに光を与えてこの地上にいろんな現象を起こしたってことは、じゃあそこから神の意図を汲み取って、じゃあこれをどうやったらもっといいものにできるか、これをどうやったら後世の人に残せるかって考えれば私いいと思うんですよ。だから今大事なのはその、まあ、富は肯定されてると思うんですけども、競争の肯定ですよね。おそらく大事なことはね、これも切磋琢磨という意味では善の効用があるんだっていうことですね。これがもしなかったらみんな堕落して、おそらく停滞した社会になると思います。はい。